10月の定例記者会見を始めさせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。まず台風19号の関係で少しお話をさせていただきたいと思いますけれども、この度の台風19号、ご存知のように大変広範囲で土砂災害ですとか、浸水被害を引き起こしておりまして、関東、それから甲信越、それから東北地方にかけまして、大変大きな影響を及ぼしたところでございます。被災された方々、お亡くなりになった方には心からご冥福をお祈りしたいと思いますし、被災された方には心からお見舞いを申し上げたいなというふうに思っているところでございます。改めまして、こうした自然災害というのが、国内では大変多くなっておりまして、行政上、やはりこの備えというものが大変重要であるというふうに実感をしているところでございます。この度の台風19号は、各地で河川の氾濫ですとか、堤防の決壊をもたらしましたけれども、とりわけハザードマップが今、注目をされているところでございます。で、従来、小樽市にも星置川、銭箱にございます星置川の、ハザードマップというのはございましたけれども、水防法というのが改正になっておりまして、この新たな水防法によりますと、浸水想定区域が広がることになってまいります。ですから、星置川そのものの浸水区域というのもエリアが拡大いたしますし、これまで小樽市では作っていなかった新川がございますけれども、新川の浸水想定区域も広がってきて、これが小樽のエリアに広がってまいりますので、今、この12月をめどに、この星置川、それから新川の2つの河川についてのハザードマップの改定作業を進めておりまして、12月をめどに作成をするということで考えておりまして、作成ができましたら、地域住民の皆さんはじめ、お示しをさせていただきたいというふうに思っているところでございます。まだこうした被害を見ておりますと、その浸水想定区域っていうのをお示しするというだけではやっぱり十分ではありませんので、どういった避難行動を速やかに起こせるかっていうことが、大事なんではないかなというふうに思っております。あっという間にテレビなんか見てますと、あっという間にもう水が押し寄せてくる中で、どういったそのハザードマップに基づいて避難行動を的確に起こせるかっていうことを、これは改めてしっかり考えていかなければならないテーマといいますか、課題を受けたなという実感もしているところでございます。それからもう一つ備えの関係で申し上げますと、これ従来から私も気にはなってたんですけれども、防災に対する職員の訓練であります。市内に避難所63箇所を一応開設をすることに、災害時には開設することになっておりますけれども、この避難所というのは職員、担当職員が開設をまずする、あるいは学校ですと日中先生方が、避難所を開設するということになるんですけれども、この実際に避難所を開設をして運営をどのようにやっていくのかという訓練が、十分ではなかったものですから、今回初めて避難所の開設訓練を行うことにいたしまして、これ11月の2日なんですけれども、明後日になりますけれども、小樽市の教育委員会の庁舎の体育館を使いますけれども、ここで避難所担当職員を集めまして、実際に避難所を開設したときに、どのように行動すべきかというのを、いくつかのシミュレーションの下で実際に担当職員が動いて、それを担当実際に避難所開設職員に見学をさせるという形で、まず1回目させていただきたいなというふうに思っております。11月の2日に避難所開設訓練を実施いたしますので、報道の方もお願いいただきたいなというふうに思っているところでございます。それからもう一つの備えでありますけれども、これはすでにお聞き及びかもしれませんけれども、除雪対策本部を、明日立ち上げます。昨年、12月1日であった除雪対策本部を、半月ほど早めて立ち上げましたけれども、今年はさらに半月ですね、前倒しをいたしまして、明日の、
3時だ、9時半より、除雪対策本部の発会式を、開催をすることになっております。市役所別館4階の第3委員会室で行うことにいたしております。それと合わせまして、市民の皆さんとの意見交換、すでに行ってまいりますけれども、7月の第1回に引き続きまして、第2回目となります、除雪懇談会を、11月の8日金曜日の、手宮公園住宅の開館、それから銭箱市民センター、これを皮切りに、11月の15日の金曜日まで、計9回になりますけれども、町内会館を中心に、開催をいたしまして、地区ごとに除排雪計画の説明、情報交換を行ってまいりたいと考えているところでございます。それから、市から2点、取り組みについてお知らせをさせていただきたいと思います。いわゆるポートセールスでございますけれども、お手元に資料が あると思います。11月の6日と7日の2日間ですけれども、東京におきまして小樽港の利用促進のための PR 事業を2回行うことになっております。1件目は、上段にあります通り、11月の6日に行います小樽港セミナー貿易振興懇親会、こういったものでございます。これは小樽港の貨物誘致促進を図るために行うものでございまして、都内の荷主、それから運輸関係の企業をご招待をいたしまして、セミナーとして小樽に工場を小樽に工場ございます日本製粉株式会社様による事業紹介のほか、市内の経済、それから観光、運輸、港湾関係団体からなる小樽港貿易振興協議会の会員の皆さんとともに、招待企業の皆様との情報交換の場を設けてまいります。お招きする企業は都内の荷主、それから倉庫運輸、船舶関連企業など約50の企業、120名程度を予定しているものでございます。それからもう一つ、二つ目は下の段になりますけれども、小樽港のクルーズのプロモーションでございます。こちらクルーズ船誘致を図るために行うものでございまして、客船関連会社、それから旅行会社をご招待いたしまして、小樽市、それから北尻部市の観光協会による観光のプレゼンテーションを実施するほか、市内の経済、観光、港湾関係団体、それから小樽観光協会および北尻部市の観光協会からなります小樽港クルーズ推進協議会の会員の皆さんとともに、招待企業の皆様との情報交換の場を設けるものでございます。お招きする企業は都内の客船関連、それから旅行関連企業など約25の企業団体、それから50名程度を予定しているものでございます。特に招待企業の商品企画担当者に対して直接、PR もできますので、クルーズ船が小樽港に寄港した際に、小樽市や北尻部市地域の施設を活用促進させる、旅行プラン、こういったものを企画いただく貴重な機会となるというふうに考えているところでございます。この2つの PR 事業を実施いたします小樽港貿易振興協議会と、それから小樽港クルーズ推進協議会につきましては、いずれも私が会長を務めておりますので、この機会を小樽港の貿易振興あるいはクルーズ振興の場として有効に活用してまいりたいなというふうに考えているところでございます。2つ目は多少こうソフトな問題でございますけれども、子ども向けの特賞イベントのことについてお話をさせていただきたいと思います。10月の27日から11月の9日までの、読書週間でございますけれども、小樽市子どもの読書活動推進計画策定記念事業であります、タルバトブックフェスティバル、こういったものを開催するものでございます。本年3月末に、小樽市子どもの読書活動推進計画というものを、策定しておりますことから、この計画を積極的に PR いたしまして、子どもの読書活動の推進を図るということを目的としているものでございます。私も読み聞かせをさせていただくことになっておりますけれども、多くのイベントも予定をしているということで、多くのご家族連れなど多くの皆様にお越しをいただきたいなというふうに思っているところでございます。私からは以上、ポートセール前段では防災に対する備え、除排雪含めてですけれども、お話をさせていただきました。
その後ポートセールスと子ども向け読書イベントについて、ご説明をさせていただきました。以上でございます。